まだ荷物来てないもんな。おはようございます。おー、すごい。おはようございます。わーっ、大丈夫です。うん、2日、Dリーグの2日前に足首をちょっと怪我してしまって、もともと怪我してる方の膝の怪我してる方の右足をやってしまったんですけど、ちょっとひねった時に耐えられなくて、余計に戻れなくて思いっきり行ってしまいました。今日の本番をやります。次に出るのが CS3 決勝戦なんですけど、まあ、それに行けないって全く思ってるわけではないんですけど、もしかしたらその決勝に行けない可能性も出てくるじゃないですか。こうエトロックスにどんな形でもこう呼んでいただいたことがすごい自分にとっても転機だったし、すごい感謝しているので、ラウンド12にどうしても伊勢くんと出たくて、はい、そうだからお願いして、まあ、伊勢くんにもその気持ちを伝えて、それならいいよって、一緒に出た、俺も出たいしって言ってくださって、まあみんなも無理しないというのにっていう感じで了承してくれたので。まあ、最後、うん、まあ、固めてもらってみんなと頑張りたいと思います。はい、はい、はるか本人も出たい気持ちは強いけど、最初話し合った時にはもう僕は反対だったんですよ。はるか今後エイトロックスでやっていくなら、まあ、松葉杖ついてるしみたいな。でも、まあ、最終的に判断するのは監督の一斉なんで、一斉は出させてあげたいっていう、医者も本気の2回本気なら大丈夫ぐらいの感じで言ってたらしいんで、これぐらいエイトロックスは、体を酷使しながら、作品に挑んでるんで、これを見てる方、そしてブレイキンをやってる方、柔軟も大事です。怪我のケアも大事です。最終的に死ぬまで踊れる体でいとかないと楽しくないんでね。いやでも大丈夫です、大丈夫です。あるからなら大丈夫。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。 OK です。待ったところ、次ドアの位置、全体的に楽しそうでいいです。ありがとう。そういうところかな。ファミリーと。うん、振りに集中すぎて笑えてないの。うん。酸欠や、酸欠。本当に。すみません、お待たせしました。本番お願いします。よろしくお願いします。前もでも11の時も終わっ、そう、本番終わった時結構来たんです。いや、ちょっと分かんないんですよね。貧血なんか酸欠なんか、
かんないんです。あと足の裏がもう両足つったみたいになっちゃってて、ちょっとだいぶ頭ははっきりはしてきました。めまいとかは割と落ち着いて、ちょっとまだぼんやりし、ポージング忘れてる人多いから大丈夫して。めっちゃ緊張してますよ。前回出なくてめっちゃ緊張したんですよ、見てて。で今回はまあ1回挟んだから大丈夫でしょうと思ってたらめっちゃ緊張してます。いやもう全然みんなならやってくれると思うんで、もう託しまくってます。フォーン、フォーン、フォーン、チャンピオンシップが待ってるんで、俺らをか、俺らを待ってるんで、はい、行きましょうよ、行こう、行きましょう。まあしかも最後は楽しんで勝っちゃいましょうよ、イエーイ、みんなの力で行くぞ、スティーム、スティーム、スティーム、ソウ、カセットラックス、レッツゴー。 3, 2, 1、69ポイント。それでは暫定順位を確認しましょう。暫定第3位となります、コーセイ8ロックス。ポイントのすごい練習の時にもう勝つため勝つためって言って、もうすっごい勝つことにフォーカスしてたんですけど、やっぱ今日この場に立って、でみんなに喜び見せようぜ、みんなにも喜んでもらおうぜって言って、どうでした、楽しかったですか皆さん。ありがとうございます。まだまだね、あるけん、チャンピオンシップもあるけん、楽しんでいきましょうね。ありがとうございました。です、なんも言えねわかる。お疲れ様でした。すごいでしょ、すごいでしょ、ナイスナイス、ありがとうございます。グレイショー、グレイショー、またグレイショー、グレイショー、すごいでしょね、すごいでしょ、グレイショー、楽しかったー、グッショー、グッショー、グッショー、トーレット、リッカー、トーレット、俺ら多分得意だ、得意、やっぱ何があるかって分からないので、一個一個自分の中で一個一個のショーケースで諦めてるわけじゃなくて、一個一個のショーケースが最後かもしれないって思うぐらい大切にして出てるので、だからそこをオイセクに伝えて、それを分かってくれて、でその周りのみんなもその分クオリティが落ちたりとかする危険性もあるのに、それなら頑張ろうって言ってくれるみんなにもオイセクにすごい感謝してるし、なんかそれでみんなで出れたことがすごく自分の中で心がいっぱいです。すごくもうみんなには感謝でいっぱいです。いいし、なんだこれ。ありがとうございます。いやそうですね、やっぱチャンピオンシップはもうサッシでバトルなんで、もうねそこでもう勝ち負けつければ、目の前のやつをぶっ倒して勝ち負けつけるだけなんで、やっぱ B ボーイ、B ガールが一番得意とする対戦方式なんで、強いと思います、8ロックス。全チームぶっ倒して頂点取ります、絶対に見とってください。なんかいつもよりみんなリラックスしてて、こうなんかステージ楽しんでるなって感じがめっちゃ伝わってきたんで、すごい良かったなって思って、やっぱなんか8ロックスのこの仲間って感じがめっちゃ見てても楽しかったし、多分踊ってる方も楽しいんだろうなって思いました。
いろんな感情が、角川さんよかったなとか、最初でずっと悔しい思い意識して最後でもチャンピオンシップ出れないみたいな、もうりょうちゃんのあの一言が本当にもうみんな突き刺さったと思うし、 D リーガー全員、うん、でもそれが多分勝負ごとの世界で D リーグっていう面白さの一つだと思うので、全 D リーガーでチャンピオンシップも盛り上げれるようにでね、いいこと言ってたし、りょうちゃんも夢を持って D リーグにこう参加するんだみたいな、もっともっと広まってほしいし、構成トロックスも広めてほしいし、ブレイキンのヤバさも広まってほしいし、でもすごいいいきっかけを作ってくださってる D リーグさんには本当に感謝ですね。うん、まだまだ楽しもうぜみんな、ダンスは楽しむもんだって。見たか今日の俺らのあの笑顔、戦ってる姿なんだけどすごくいい顔してたでしょ。こうやって楽しめれるのがダンスのいいとこだぜ。ピース、これからも頑張ります。やるてんやろ。いや、もうやるしかなくね。よし、やろう。危ないと思ったらやめてね。いや、やめない。おもうやるしかない、やるしかない、やるしかない。いや、ちょっと無理かも。やるしかないですね。もうここまで来たらもう3つぶちかまして、ぶちかますぜ。もともと1個だけしか出ない予定だったので、2個追加でってなって、できるだけ不安をなくせるように体に入れ込む感じですね。 2,3 時間やったくらいで今日ちゃんとやってるって感じ。超バタバタです。ゆいかと新しいルーティンとかを昨日作って今日踊り込んで明日本番なんでやばいです。本当にやばい。昨日も昨日も2つ目のショーを初めてやって、昨日をこれをやった。頭が追いつかない。けど明日かーとかに。作るところから始めたんで、昨日ほとんど苦手なことしか3個目ではやってないです。ヘッドスピンも苦手なんで。いや、とんでもないものができましたね。本当に本当に CS の3回戦目で出すような内容ではなくて、成功したらとんでもないショーケースになるものを作ってしまったのでですね、それはもちろんみんなも一生懸命頑張ってくれたし、おのおののスキルがあってこそのショーケースなので、個人的にはまあ CS さんまで来たら必ず優勝できます。ぜひちょっと優勝した一斉で最後ちょっと締めたいですね。本当僕としては本当にもうそこは夢でもあるので、一斉がチャンピオンフラッグを持つのが、そこを叶えるために明日は全力で臨みます。3つ目は、シューマさんもがっつり入っていただいてて、で振り付けも入ってるメンバーが作っててっていう形で、1と2はいろいろとアイデア出させてもらったりとかして、僕の振り付けだったりとか僕のフレーバーを入れてもらってるっていう感じですかね。と1と2に出ます。なのでツーグーさんが3つ目から出るんで、まあ、ツーグーさんを踊らせるためには1と2を勝たなきゃいけないっていうところで、そこまでバトンパスして僕は舞台袖でメンバーが優勝してる姿を見たいなっていうふうに思ってますね。一斉さんを本当にいい形で送り届けられたらなっていうふうに思ってます。頑張ります。やばい、やばい、苦しいよ。苦しい。いや、苦しいっすね。うん、寂しい思いもあるし、悔しいとかもあると思うし、メンバーもそうだと思うし、もうみんなの分も背負って会場で暴れるだけなんですけど、3つ今前日にやってるんですけど、マジで前日にやるもんじゃねえなっていう思いなんですけど、でもやんなきゃ、やらないとやらないで、またそれもそれで本番不安なんで、もうしっかり体に染み込ませて明日爆発できるように頑張んなきゃなっていう、うん、イエーイ。はい、スタートします。あ、とりあえず、うわー、すごいな。絶対決めると思ったもん。
おはようございます。おはようございます。今日はメルセデスベンツさんの車をお借りして会場まで来させていただきました。半端ない。本物の木あったっすもん。これ本物の木でした。車の中にすごかった。なんかすごい未来的な感じで。やばすぎ、やばすぎ、これはもうやばすぎ。体調大丈夫ですか？体調はもうバッチグなんです。もちろん。はい。バーあたり、バーあたりで踊る、2のバーあたり踊る、3のバーあたり踊る。3どこまでいけるやかね。まあ、怪我基本全部やる予定で。やる予定です。おもろい。やって気持ちいい。大丈夫ですか？終わったな。俺だけ T シャツサイン書いてます。頑張れ頑張れお前、頑張れよ。いける、いける、大丈夫。2個目の、1発目の見せ場、チェアグラブ。この構成8ロックのスタッフでいてくれる小次郎さんが海外の大舞台で決めているということで、もうその動画何回も見て、やっぱ一番近い人にいろいろ教えてもらえたんでだいぶ自信はついたんですけど、本番の床でまだ1回もやってないし、今から のリハが多分大事になるんで、まあ、そこでしっかりもう一段階自信をつけて、それさえクリアすればいけると思います。もう今日本当優勝したいんで、優勝しなかったらなんて考えない。優勝することだけしか考えてないんで、はい、見ていてください。最初の方は結構もう2週間っていう短い中で結構3つっていうのは不安だったんですけど、みんなやればもう本当にできるなっていうのはもうあって、なんか今日迎えてそんなに心配はなくて、もう結構いけるなっていう気しかないです。よろしくお願いします。取っておいてください。ここで切り替えることですよね。そうそうそう。もうちょっと早い方がいいですね。はい、やばーい。あそこのこれかー。イエスイエスイエス。見た10カウントぐらいの感覚で次なんで、もうやばいですもん。やることいっぱい。4カウント終わった。よし、4カウント行って、4カウント回って、4カウント回って、もう突っ走ってる感が。体力はないです。ギリギリです。でも本番は多分結構いけそうだったんで、リハやった感じいけそうだったんで、いけます。さっきと一緒や。一番きつい D リーグの山場が終わりました。チャンピオンシップのリハーサルです。40分間3つのショーケース。1、2勝てば多分その気持ちも入って体が温まってって感じで、 CS3 は絶対いけるっすね。ダンス説明します。エンディングリハします。キングアップ。その後後半4名ずつ頭を
仕事で30分ぐらいやってめっちゃある足がパンパンすぎるから言ったらみんな、うん、そういうワンとか、うん、そっちはい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 やありがとうマジでみんな本当にこの短時間でここまで仕上げてくれていやマジでリハ見たけどめちゃくちゃやばいありがとう絶対いけるわいけるでしょ絶対いけるいけるよますまあ1個 C っていうのはてっちゃんの最初のグライドが心配やん健在やなこれリモートいじあそこ一番の見せ場やけどてっちゃん失敗したらやばいよいやもうマジで次のシーズンにつなげるわちゃんといやもちろん一戦を最高のステージにしてね最後任しとけあうん任しとけ頑張ってきてはい、ありがとうありがとうまた終わったらじゃあねやったるわい行ってきます行ってきますいやもう僕ラウンド11、12と試合出てないので2試合ぶりなんですよ、あのステージに立つのが。なんか感覚忘れちゃって、もうめっちゃ今、ナーバスになってます、はい、それと同じぐらいワクワクしてるんで、気負わず、いつも通り、いければ。本番直前です。新規限定緊張する。いや、あんまり緊張しないですね。あ、よかった。人だけ乗るか。もうあんだけ練習したらねいや本当に練習してきてるんでそれはあんだけしたらなんかもう本当にバタバタしてたのもあって一世くん最後ってのもあるんですけど全然いつも通りですね何も変わらない気持ちいつも通りいいと思いますありがとうございますずっとエンディングで完成からのテーマ。そして、クローダースリーグ D リーグ21-22シーズン4カードのセンチュリーラプチャーズシーズン第4位エイベックスロイヤルブラックスサンドシングポートワクワクしてた先生ワクワクすっぽいけますつぐさんも言ってたんですけどマジでワクワクが止まんないしニヤニヤも止まんないし本番前にみんなの顔も久々見れてもうあとはほんまにやるだけ勝ちにこだわらず自分らの最高なパフォーマンスを前に伝えるだけだと思うんでそしたら自然と勝てる絶対に今日はもう本当に僕らがちゃんと一番やっていうところもブレイキンのヤバさも見せつけたいと思います、はい楽しいバトルになりますように頑張ります。よっしゃー、まず1戦目、はい、勝つことよりもまずはいいパフォーマンスをして前に伝えましょう。そしたら絶対勝てる、はい、間違えてない。俺らがやってきたこと絶対間違えてないけん、はい、あとはもうやるだけです。はい、今日は絶対優勝しよう。しゃよし行くぞー、はい、スティーンレイスティーンガースティーンソーコセントラッシュレッツゴーレッツゴー受けて受ける受けるかける受けるセーブレットオールレットエイベックスオールレットでーすキュー、おーこれかセミファイナル進出となります。来ました。セプテンラプチャーズの皆さんにも改めて大きな拍手を。いい気持ちがすごい強いです。切り替えて優勝目指して頑張りたいと思います。今回のテーマは今日一のドラマを演出することです。今日一の完璧な対策ができているので楽しみにしててください。ディップバドミンさん。From the blue corner.レッド
さあ勝者は From the red corner Kosei A Ra イエーイ。よし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 、次へ。投げるよ投げるよ、つなげるつなげる、次につなげよう、次につなげよう。このチームでよかった、本当に。いけるいける、絶対いける。小道具なんていらん、もうダンスでいいもん。よし、もうエンジンだけでいきまーす。中学生絶対絶対勝った。セミファイナルはもう大きな意味があって、だからこそ優勝したんです。曲調がね、結構変な感じになってて、それと僕で最高のストリートカルチャーの新人旅行で見せてやりたいと思います。コセイ A ロックスフロムレッドつなぎました。よかったー、もういや、そう、めっちゃプレッシャーだったんですけど、なんかどうなんだろう、クランプ相手にとか思ったんですけど、まあ本当になんか、もうメンバーが気持ちよかったって言ってくれたのが一番嬉しかったです。で、それにプラス結果がついてきたんで、もう本当に嬉しいです。でもあとはもうみんな優勝してくれると思うんで、彼らが楽しみに待ってます。いやー、気合が出てしまった。なんかもう本番こそ一番緊張すると思って、あの舞台だったらけど、舞台立った時に、あ、なんかいけるわと思って決まって、そっからもエンジンかかったっす。そりゃあすぐさも一緒に踊らんと、もちろんここにおるのに。あとはまあ両スピンとハルカとココアの分ももちろん背負って、一旦ウォームアップエリアに行って少し、これも両スピンがデザインしてくれたやつなんで、両スピンいるんで、両スピンとココアともハルカも両スピンだー。あれはい、リアスピン。いや、おい、てつ、お前、はい、今日お前最初完璧やった。完璧やった完璧やった完璧。よし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 、やるね。よし、決めたよ。最後マジでかな、うん、全部出してくるわ。やばいっしょ、言った流れ来てるじゃん。絶対優勝します。やっとつぐさんが出れます。ね、ありがとう、本当に。やっと繋がりました、やっと。頑張ります。勝ちます。いや、もうファイナルまで来たんで、もう楽しんで優勝するだけです。かます。おう。俺らの空気来てると思う。来てる来てる。行こう。北千住。はい。北千住にするぞ。優勝するんだ。行くぞ。登場するチームはこちら。セ
果たし、このファイナルのステージまでたどり着いた構成エイトロックス。バトルが主流のダンスジャンルでありながら、これまで数々の作品でこの D リーグにおいてエイトロックスは確実にブレイキンの可能性を広げてきた。有終の美を飾るまで残すはあと一勝。このチームに不可能などない。構成エイトロックス。3, 2, 1、 構成エイトロックス。それぞれのチームのポテンシャルを存分に発揮したパフォーマンスとなりました。それでは参りましょう。ジャッジの結果を見ていきましょう。ジャッジピート、レッド。ジャッジテリー、ブルー。ジャッジステゾー、レッド。ジャッジ清水、レッド。ジャッジジャングル、レッド。ジャッジ高木の、レッド。ジャッジカツワ、レッド。ジャッジアント、ブルー。オーディエンスジャッジ、レッド。勝者は構成エイトロックス。おめでとうございます。チャンピオンの座に輝いたのは構成エイトロックス。 Congratulations! ディレクターの一斉さん、この長きにわたる2122シーズン戦い終え、そしてチャンピオンに輝きました、このシーズンいかがでしたか？いやー、もう2021シーズンがもうめちゃくちゃ悔しかったけん、2回負けて。でもそんなことしたくないというか、もう B-boy なんでね、カウンターカルチャーでもあるし、だから絶対に撮りたかった。みんなで最初から言っとっちゃうね、ダンス楽しいよマジで。みんなダンス最高よ本当に。みんなも一緒にやろうぜ。みんなで D リーグ盛り上げて、さらにもっともっと進化させて面白い D リーグ作っていこうぜ。みんなでよろしく。俺帰ってくるけん、そしたらはい、それまで進化し続けてください。 D リーグありがとうございました。一斉さん、ありがとうございます。この、2シーズンにわたり構成エイトロックスのディレクター兼 D リーガーを務めた一斉さんが本日をもって第一生命 D リーグを引退となります。最年少ディレクターとして数多くの素晴らしいショーを作りながら、 D リーガーとしても数多くのショーに出演し、その熱い思いやダンスを愛する姿をマイラウンド見せてくれました。本日は今後の一斉さんのご活躍をお祈り申し上げるとともに、会場にいらっしゃる皆さんと最後のお見送りをできればと思っております。それではよろしいでしょうか。ここで構成エイトロックスのメンバーの両スピンさんよりお手紙をお預かりしております。一斉、一斉、
コセ8ロックスとしての最後のステージお疲れ様。8ロックスのみんなも最高のステージをありがとう。一世は別の戦いに行くけど8ロックスから抜けるとは思ってないし、8ロックスはいつまで経ってもファミリーやけん、またレベルアップして戻ってくるときはその力を貸して、そのときはまたみんなで戦おう。引き続き B ボーイ一世、そして後世8ロックスの応援よろしくお願いします。最後に皆さん一斉に盛大な拍手をお願いします。本当に2年間お疲れ様でした。一斉ありがとう。後世8ロックスリーダー両スピン、両スピンさんから思いの詰まったお手紙を頂戴いたしました。そして今弟の太一さんから花束が渡されました。一斉さん本当にお疲れ様でした。でもマジでみんなもありがとう。2年間、まあ、まだまだ俺もファミリーって言ってくれたし、両スピンも俺も抜けたつもりないけん、全然もう家族だと思ってるし、頑張ります僕これから。もう本当に自分がやってるダンスっていうもののヤバさだったりとか、ブレイキンもそうやし、それをもうもっともっとに知っていただけると思うんで、これからも僕は僕なりに全力で前に進んで、このファミリーのファミリーに背中を見せつけたいと思います。これからも後世8ロックス、そして D リーグ、そして一世の応援もよろしくお願いします。本当にありがとう。いい流れ来てるんで絶対優勝できるでしょって言おうと思ってちょっと言わなかったんですけど、言っとけばよかったなって、めっちゃ後悔。いやでもなんか始まる前はその流れが分からなかったんで、本当勝っていくごとにそれが本当に実感して、あこれ絶対いけるみたいな、いけるぞみたいな、でもう本当に多分お客さんも飲み込んでそれができたと思うんで、もう完璧だったと思います今日は。めっちゃ嬉しいです。おい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 、俺だ。我慢したぜ。本当にみんな大好きです。この愛にあふれたこのチームの一員として、まずチャンピオンシップに出れたことが嬉しかったですし、なおかつそれでシーズンチャンピオン取ることができて本当に感無量です。まあ来シーズンもっともっと頑張っていきます。で目指せ2連覇でやっていくので、皆さん引き続き応援よろしくお願いします。本当に今回ありがとうございました。本当に嬉しい。なんだろうね、本当最後の最後までみんなに迷惑をかけまくったんで、だけど本番ではちゃんと言われたとこ直せたんで、気持ちいいし最高だし楽しいし、みんな大好き。頑張りましょう。ありがとうございました。感無量です。もうね、これこそはなんかね、優勝した時って毎回こうなんですよ、はぁってバトルでも完全燃焼ってやつですね。練習からも勢いがあったんですよ、もうその12時間練習した時も6時間練習した時も、もうこれこの作品は絶対いけるっていう確信もあったし、本当にダンス一貫でここまで来れて本当に自分たち誇りに思ってます。もうこれだけはもうダンスだけ、やっぱダンスよ、もうダンスで勝てたことが本当に嬉しいです。もう後世8ロックスは間違ってなかった。本当に信じ、やっぱジャンルを信じれて、なおかつ仲間も信じれて勝ち取ったこの結果が本当に良かった。イエーイ、優勝しました。2戦目終わった後すごい楽しんで踊れてるなって自分でも感じて、すごく楽しかったです。他の D リーガーのみんながこう8ロックスポーズやってすごい応援とか、そのおめでとうとかいろいろやってくれて、すごいあったかいと思いましたね。伊勢くんね、実感ないけど、でもすごいいい形で送り出せたかなと思います。オフシーズンちょっと期待上げます。
楽しみにしててください。ありがとうございました。昨日の夜もなんかもう寝れなくて、なんか本当にこのチャンピオンシップでもう勝ちたいっていう思いはめっちゃ大きくて、やっぱそれもなんかいないメンバーだったりの分も気持ちを背負ってるっていうのもあるし、やっぱなんかこんだけやってなんか負けるわけないっていう気持ちも自分たちの中であったし、なんかもう最高です。なんかもう今日本当に3つとも作品しっかり踊れて、なんか優勝したのはもちろん嬉しいんですけど、やっぱ8ロックスの本当の底力を今日見せれたかなって思ってます。はい、最高の日でした。ほっとしましたね。もうてかまあ踊り終わってももうまずほっとしたっすね。もう本当に練習ができてない状態っていうのもあって、正直一回もちゃんと通せてないんですっていうのもあって、うわーどうなんかなと思ってたっすけど、もう最後まで振り全部踊り切って、もうそのまま俺はもう倒れたっす。声援聞いてもうあーよかったってなったっすね。もうなんかそこでもうまずほっとしてしまったっすね。なんかでその後優勝してよかったってなりましたね。本当にいやーもう本当最高でした今日は。ありがとうございました。はい、これです。今日はこれです。はい、いただきました優勝。ダンスって素晴らしいと思いました。この優勝した時のあの感覚がやっぱり最高っすね。お客さんの歓声も忘れられなくて、今特に CS3 の踊り終わった後の歓声がもうブワーってなって震えるぐらい、あれがもう今でも頭に残ってて、なんかあれでもうなんか優勝確信してしまって、なんか僕泣いちゃったんですよあの時。でまた優勝ってなった時にまたブワー泣いてしまって、本当にね、こういう時やっぱ言葉がちょっと出てこない。感無量です。嬉しい。最後コーセイ8ロックス最後ありがとうございます。だーよかった、本当によかった。本当によかったっす。マジでよかった。できるって信じてたんだけど、やっぱ不安も結構あったんで、体のこともだし、でもなんか最後までなんか踊れてチャンピオンシップ締めれて、本当になんかありがとうっていうのが一番最初にみんなに、本当肩のなんか日が全て降りていいコメントも残せなそうなぐらい頭も回ってないし、でもね、とりあえず一番はありがとうやね。そうですね、その、まあ、今日が最後っていうわけじゃないじゃんね、実はね。別に俺のダンス人生はもうまだまだ続くし、でも D リーグが嫌いで辞めるわけじゃないっていうのはもう前々から言ってるんで、ポジティブにみんなも送り出してくれたからこそすごいプレッシャーにも感じてて、絶対にみんなにこうなんか背中見せるっていう言い方は違うんですけど、またなんか一から D-Boy 始めてしっかりいろんな結果残して、なんか D リーグとかバトルとか以外にも、ショーケースとか以外にももっと新しいことに敏感になって挑戦したいなっていうのがあるんで、本当にこれからまた過酷になるだろうなって自分でも思ってるし、それが自分の選んだ道なんで、そうですね。でもそれでなんか本当に今日というラストというか、まあ、僕がコーセイ8ロックスとして、ディレクターとしての最後の、まあ、現場だったのかなとは思うんで、いや、なんもなんかいろいろあったなっていう本当にいろいろあったなと思って、こうやってみんなもこう優勝したし、みんなもあったかく送り出してくれたんで、本当今から気を引き締めて、また自分もハングリーに B-Boy ライフをこれから送っていけれたらいいなって思うので、まああと一つだけ悔いが残ってるのは、やっぱり全員で出たかったよねっていう。で悪くないっちゃ、別にその出てないね、マジでしょうがないけん。それはチャンピオンシップは全員で作り上げてきたものだし、ショーケースも全員で作ってきた、最後まで信念曲げずに、しかももう小道具も一切なしの
体一つでダンスブレイキンで勝負するんやっていう思いがあって、だからみんなで最後はこう終わりたかったんですけど、でもみんなのね気持ちもしっかり背負ってここまで来たっていうのも、まあ、一つのドラマとしてあるのかなと思うので、はい、そこがちょっと一個の悔いなんですけど、今日は本当に良かったなと思ってます。それ以外ないです。嬉しいっていうそれ以上の言葉があったら教えてほしいぐらいです。本当にそれぐらい8X に出会えて、 D リーグに出会えて、 D リーグを通して見てもらえて、いろんな人に本当に感謝してます。ありがとうございました。頑張ろうこれから。今日は良かった。でもとりあえず続いてゆく燃えつ